さてでは続けていきたいと思います。でもリスタートチェックポイント10分前ってやばいよね。だって10分前まで戻るんでしょ。やばいよな。どこからで、どういうこと？どういうこと？え？何今の？嘘でしょ。ふざけんなよ。最初からじゃねえか。おい、なんだよこれ。ふざけてんのかよ。駐車場、燃料があるんでしょ。メモの通りならね。じゃあそこ目指そう。いやマジふざけんな。超最悪。あれ、さっきの下りは？取ってあることになってるの？これ使えるかもね。オッケー。どんなもんだったっけ？オッケー。あとは終わりか。はい、サクッと片付いた。セーブできないかな。セーブ、さっきのひどかったよな。手動セーブ。気をつけて。何これ、こうか。ザッパーン。女の子の力で開けれるってやばいよ。やば、いっぱいいる。やだ。やばい、クリッカーいるやん。まずいよ。いっぱいいる。追われた。うわっ！
いっぱい。また来た。びっくりした。どうした？今ので全部だね。ガレージから出ることすらできなかったんだ。よかった。倒しきった。さて、こうか。チェキン。これまだ使わないでおこうかな。今弾が地味にねポンって置いてあったから、弾がどこかに置いてあるはず。まだ置いてあるはず。全体的に暗いなこのゲーム。これあげなってそんなもんか。あった。燃料あった。そんな感じであるの。ありえない。体。冗談でしょ。そんなに大きいのに。うん。空っぽ。それじゃドームにかけてみる。で、出口どこにあるわけ？お、なんかガソリンマークがついてる。ここじゃないの？ここ以外出口なくない？あった。ディーナ、今行く。外にいたら終わりだけど。くぐって。大間さん、裁判所は空振りっと。ドーム探そっか。使えそうなものとか集めておいた方がいいかもね。超集めたいんですけど、どこにあるのかがわからないし。これ最初からドーム行ってたらこの下りやんなくてよかったのかな。どちらにしろやんなきゃいけないような気がする。よくここってのどかだよね。ここから出てくるって分かったね。この馬銃声も爆発の音も聞こえてこない。お姉ちゃんは隔離地域避けてた。音が嫌だったのかも。被害妄想がひどくなって真夜中に突然叫び出したりすることもあった。大変だね。すぐ逃げられるようにいつも荷物まとめてた。数週間経ったら別の場所に移動で。本当うんざり。あれ、うん、え、素晴らしい。ここよし。デイビス、WLF の古い隠れ家に物資があるか確認してくれ。期待はできないだろうが、どんなものでもありがたい。回収したら、テレビナで交流だ。燃料のことは心配するな。こっちに何とかする。マイクより。ジョエル、コーヒー好きだったよね。めちゃくちゃ
持ち物半分と交換してでも欲しがるくらい。意味不明。こういったうんちの味なのに。だよね。大人の味だってさ。うわ。ビッグブルー。名前がかっこいいが。かっこいいじゃん。スターターセット。え？ビッグブルー、本名不明。知力100、腕力80、所属なし。めっちゃ強いやん。ビッグブルーは四乗次元の存在で、青いクジラの姿で現れる。初めて地球に飛来したのは、はるか数十億年の昔。誕生したばかりの生命体を監視するためであった。以来、無限に湧き出る知識によって、危機と騒乱の時代に人類を導いている。果てしない寿命を持つが、そのために数日に、を一瞬のように感じてしまうという欠点を持つ。普通逆じゃね？普通はさ、途方もない時間感じるよね。この時間の膨張現象は息を止めることにより相殺できる。そして、ビッグブルーは数年間息を止め続けることが可能なのだ。ヒーロー。え？これさ、キャラクターが喋ってる時にさ、別の方向向いたりするとさ、声聞こえなくなるね。あ、こういうパターンもあるのか。なるほど。あ、割と落ちてるな。結構広い空間だな。やっ、うわっ、危ない、びっくりした。開いて、ああ、今は家って呼べる場所がある。ジャクソンに着いた時、人が多すぎてびっくりしたな。食べ物の量にびっくり。向こう側行けんじゃない。ひたすら食べまくってたっけ。なくなるのが怖くてポケットに詰め込みまくってさ。それ見てた。嘘つけ。だってそれ見てこう思ったもん。このジャーキー泥棒のガリガリは誰だろうってね。ジャーキーそんなに盗んでないし。ちょっとリベンジしよう。逆にさ、ディーナのとこまで持っていけば安全なんじゃ。気をつけて。あれ？あれ？ケイチに戻りました？また最初から嫌だから使うか。あれ？いなくなった。これなんだろう。
鍵？バルコスって書いてある。何の鍵だろう。さあね、覚えとこう。調べてみようか。なるほど。あ、結構遠いな。汚な。お、行ってみようか。気になるから。さっきのやつどこ行ったんだ？これ別に叩かなくてよかったやつじゃん。完全。もう何もなさそうだね。なるほどな。どう行くのが正解？どうしたの、キラリ？知らなかった。なんなの？エリー、キラリが好きなパンってなんだ？さあね。なんとキラリの好きなパンはサラブレッドでした。ダジャレ好き映っちゃった？そう、責任取ってよね。なるほど。ここどこなんだ。ドームっていうのはどこなんだ。ある程度予測はできるのか、地図見てれば。地図見てればわかるやんみたいなやつなのかな。この先ドームってこれ、この丸のやつ。え、ちょっと待って、じゃあさ、こっち側をなんか行くことができるってこと？地図上に行けない？これ。行こうと思えば行けるようになってない？どこ行くの？裏に何かある。あー、やっぱそうだ、いけるじゃん。すげえ自由度高くなってる、このゲーム。なんかあるし。ディーナついてきてよ、怖いから。代わりに倒してよ。あれ、これはなんだ。ゲートのコードを使う。これを使えばいいってこと？メインゲートではないのか？これ全部さ、入力すればなんとかなんじゃない？
で1382これも違う。5345。でもこれ本来だったら何かどういうふうに、メモに何と書いてあった？え？ああ、わかりやすいのあったわ。ゲートウエストだって。まさかと思ったけど。ウエスト2って書いてあった？ウエスト、0451。開かねえから殴っちゃった。あれ？ちょっと待って、04。なんだっけ？0451。0451。よし！やった！いっぱいある。掘り出し物あったね。何のカードゲットしたのか。ちょっと見てこう。あ、違う。これか。フロー。クズネツォフ、知力80、腕力80、強いな。ソサイティオブチャンピオンズ、トップクラスの理系大学を首席で卒業した後、オルガ・クズネツォフはダークエネルギーの研究を進めるためにロシア政府に雇われた。ダークエネルギー技術が戦争に使われることを恐れて実験を妨害しようとした結果、オルガの意識は水蒸気と融合してしまう。意味不明なんだけど。今やオルガは空気中に水分さえあれば自分の魂をあらゆる水分とつないだり、水でできたあらゆる形態の物体を出現させられるようになっている中立ヒーロー。最強すぎない？この世界に水は不可欠だから。永遠の存在じゃない？化け物じゃん。上のところ登ってくるか。これいけそうだよな。上には上の何かがありそう。あ、ここもそうだし。はてなはてな。これ楽器屋さんじゃない？すごい。壊れてなかったら最高だったのに。楽器屋さん。ここレコードだらけだね。スリークハビット、
シックハビットだよ。近いでしょ。まあしょうがないよね。一緒に聞いたの100回程度だし。そもそもあなたに気がなかったら聞かないし。結構聞いてましたね。これさ、あ、99個って書いてあったからさ、99以上は持てないのかな、大丈夫かなと思って、あっ、あっぶな、ビクビクしてたら100超えてよかった。なんか使えるもんありそうじゃない、楽器だから。そのピアノ線みたいのでさ、ピアノ線ってさ結構さ強度あるじゃん。感染者の首スパッていけるよね。ダスウォートね、本名不明、知力腕力80のやつ多くない？ニュードック背が高く無口な存在でとても控えめ、幼少時にこもった不明暗なつぶやきしか発せなかったため誤解されいじめられてきたが、太古の宇宙的存在により真の言葉を与えられて生まれ変わった。この神秘的な言葉を発せれば、あるいはつぶやくだけでも聞いたものを残らず発狂させることができる。やばいやつじゃん。やばいやつじゃん。存在自体がやばいじゃん。幸いなことに、ウォートは波外れた長身であるため目立ちやすく、犠牲になる前に逃げたり耳栓をしたりする時間はたっぷりある。中立ヴィラン。こいつ割と害悪じゃない？お。聞いて。うわ、今のなんていうか。面白いリズム。ちょっとひど、私天才なのに。でしょ？そうですね。もういい。バンド結成しよ。メンバーより追っかけになった方がいいんじゃない？追っかけ？うん、そう。年がら年中メンバー追っかけてる熱狂的なファンのこと。それって今私がしてることでしょ？まあ、そうとも言う。でしょ？じゃあエリーは弾けないんだ。なんかさ、探索だけでさ、パートがさ一つ進むってやばくない？もうそろそろ終わりの時間ですね。いやなんか申し訳ない。いやなんか開けたらやばそう。上全然調べてないんだ。繋がってんの？お、弾けるのか？いいギターだな。一曲歌い出すのかな？あ、歌い出した。あのミニゲーム来るか？これ失敗したら弾いてくんないのかな、これ。これ見れないのかな、映像。今のは別に。うん、別にっていう割にはいい曲。まだワンフレーズぐらいしか
焚き火した夜覚えてる？ええ。声優さんが歌ってんのかな。これ生元の音源使ってんのかな。これエリンの声優さんだってすごいね。日本語の方の。いい曲だな。キスすればよかったのに。したかった。私も。じゃあ、そろそろ行く？だね。これを見るためだけの場所なんだな、これ。すごいいいじゃん。練習ってあるよ。何？練習。え、てかさっきの音源知らんから俺。てか音さっきのなんかコードわかんないからさ。え、さっきのさ。え、ここでさ、さっきのさ、やつ、またやったらさ、歌ってくれんじゃね？ワンちゃん。もう一回歌ってくれるみたいなやつあんのかな？なんかその、強者は今のやつで、あれやるんじゃない？なんかの曲弾くんじゃね。ドラえもんの歌とかさ。奏でてたら笑うけど。もうすげえ。もう何もなさそうだね。探索済みって書いてあるから、やっぱりなんかある。あれ、大村さんどこ行った？上に置いてきちゃった。あ、いた。置いてかないでよーみたいな、かわいい。え？何あれ？ちょっと待って、地図。俺らあそこ行ったことあるっけ？え？あそこ行ったことない？
あれ、この道って通ったことなくない？え、なんかいるんだけど。行こうよ。会いに。え、てか他の場所も探索したいね、これだと。全部探索すべきなんだろうな、これ。ちょっと行こう。あ、鹿だ。待て。どこ行くんだろう、あいつら。一瞬でいなくなったが。これどこまでが探索できる範囲なんだ？おっとっと。これこのまままっすぐ行ってさ、元の位置戻るってことはできないのか？こう行くとどうなんの？さっきこのまま曲がったんだよな。こっち側のあの上とか行けないのかな。あの車が大渋滞してるところ、あのフィールドでも、あのその WLF のその基地に行くときになんかあれない？なんだろうあれ、いや。に、どうせ行くだろうから。違うんかな。これ、こっち側から行けないのかな。ん？ちょっと、下ろして。ペットショップ、ここだよな。行こう。よいしょ。乗ってる時とだいぶ操作違うね。マルコス、ね、鍵見つけたよね。うん。ワンコいるのかな、ワンコ。ワンコ出てくるかな。バルコス。お、ウサギさん。割と野生動物いるな。このさ、この隣のさ、4THAVE っていうところまでが探索できる範囲なんじゃないかなって思うんだけど、もういけそうな気がするんだよな。じゃあすいませんけど、全部探索パートということで、次回も探索していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回。